今回そのトーナメント8人が8人主役だったと思うんですけど、その中でも松本選手ってあの最注目選手的なあのみんなから見られ方されてたと思うんですけど、そのあたりってご自身ではどのように感じてました？注目されててずるいみたいな感じで多分みんなに思われてて、まあ結果を残せなかったから何とも言えないんですけど、なんかそれでずるいっていうのはすごい自分はなんか悔しいというかいや違うだろうって思ってて、自分も例えば注目してくれた真央選手も三浦選手も今まで結果を残してきたからそれでやってるのに、なんかあいつらはなんか目立ってるだけだみたいな感じで言われるのすっごいムカついててプロの選手って試合だけじゃないじゃないですか。そこ以外の部分だって自分も全力でやってたつもりだし、K1 を盛り上げたいっていう気持ちで全部やってたのに、なんかお前ら実力じゃねえんだからみたいな感じで言われたのが、俺は実力でっていうのを言ってて、そういうのはすごいやっぱ燃えるきっかけになりましたね。なんかそれで燃えるきっかけになったし、やっぱ強かったんだって思わせたかったですねあとまあ、 個人競技なので、はい、最終的にはそんな気にしないことなのかもしれないんですけど、やっぱり橋本選手の欠場って、はい、多少やっぱ残念なところはありましたか？残念もあると思うんですけど、気が引き締まったのがありました。なんか2人で決勝で戦えたら盛り上がるんじゃないかって思ったから、橋本選手上がってきても嬉しいなって思ってたんですよ。自分的にはやっぱ三浦選手にリベンジしたいっていうのがあったんですけど、盛り上がるからっていうところがあったんですけど、まあ橋本選手出れなくなったなら、じゃあ俺が盛り上げるしかないなって、すっごいなんか勝手に覚悟が決まりました。試合をもう直前に控えた時の、はいはい、あのお気持ちってどうでした？試合直前はでもやっぱりアップもすごい体切れてて調子良かったし、本当もうなんか1回戦に全部集中かけてたというか、全部込めてたというか、すごいいいバランスでした。気持ちもなんか高ぶりすぎずに抑えられて、なんかどっちかって多分自分高ぶりすぎちゃう方なんで、抑える方に力を入れてたというか、すごく気持ちも体も抜群だったと思います。多分なんか自分はすごいこの時に意識してるのが、いかに相手を飲み込めるかって意識してて、入場の時からも全部そうなんですけど、いかに宇沢選手を飲み込むかをずっと考えてて、これ始まりの時に結構距離が近いんですけど、もうこれも全部話してて決めてて、特に宇沢選手結構自由に動くとすごいポテンシャル高いし実力発揮するタイプだと思ったんで、全部嫌なことしようと思って、もうでもこれはそうしてました。これは絶対グローブタッチの時なんかしてくるなっていうのはそうしたんででもここでも最初からもうこの距離にいて、正直パンチでも負ける気がしなかったんで、パンチの距離で戦おうと思ってました。最初ここで多分もう相手が嫌がってくれたらもうこっちのペースになるなって思ったんで、一発だけしっかり気をつけて、思ったより宇沢選手が左取らせてくれなかったですね。もっと自分は左取ろうと思ってたんですけど、あとは右ミドルを常に意識してました。もう常にこの距離にいるっていうのを意識してました。踏み込んで左ストレートが強かったんで、宇沢選手はここにいたら絶対120%のパンチかないなと思って。なるほど。であとは試合中思ったのは、左フックがめっちゃ入るなって思いました。おジャブの相手のジャブへのカウンターの左フックとかがめちゃくちゃ入る感じがして、まあ相手も嫌な距離だったんでしょうね、はい、このストレートとか結構入ったんで、膝が多分ちょっと何個かいいの入ってたと思います。近い距離で。なんか一ラウンド目のパンチをしのごうっていうのはすごい自分の中で思ってて、やっぱ一番力が入る時なんで、
膝大工さんに褒められたから2回目蹴りましたそんな余裕あるんですか。めちゃくちゃここ声はめちゃくちゃ自分に聞こえるんで、このミドルがすごい良かったですね。この距離、この距離を褒められて、そうですね、自分セコンドの声すっごい聞こえるんですよ。セコンドの声とか親父の声がすごい、席にいる親父の声が聞こえるんですよ席にいる声がなんか、だから誰の応援とかも全部わかります。へえ、 あいつの声聞こえるなって。この時にインターバルの時とかすごい冷静すぎるほど冷静なんですね。なんかそうなんですよ、結構熱く戦ってるんですけど、声はなんか多分もう癖というか今までやってきた癖でほぼ聞こえますね。へえ、1ラウンドはどうでした実際、あのご自身の動きがもう完全にハマったのか。もうハマったまではいかないですけど、まあまあ1ラウンド目にしては悪くない動きだなと思いました。結構もっと硬い、自分1が一番硬いんで試合の時っていつも、1これだけ動いて2、3で温まっていくかなって感じはしました。トーナメントっていう意味では 短期に勝ちたいとかそういう欲っていうのはあったんですか。一切なかったです。もう3ラウンド戦って3ラウンド戦えば実力が出るって思ってて、自分は必ず勝たなきゃいけないと思ってたんで。なるほど。全然もう焦んなかったです。もう代表の方とも喋ってて、一切焦んないでいこうっつって言って、2ラウンド目ちょっとこの左フックとかめっちゃうまく合わせられて、ここでなんかどっかで足ひねるんですよ。足ひねって足力入んなくて、でさらに右腕痛めちゃって、多分蹴り相手の蹴りか自分のストレートかなんかで伸ばしちゃって。なるほど。今も曲がんないですけど、それでちょっと集中力切れちゃって、あとここにどっかで一回こういうなんかこういう これこことかはそうです。足踏ん張れなくて。なるほど。なんかこうやって手動かしたり木戸さんの真似をしてるときは、はい、基本なんか考えてるときとか時ですねこれ言っちゃって大丈夫ですか。大丈夫です。本当に響くそれ言ってね、やってきたらそれ逆にカウント合わせるんでなるほど。で、ここら辺も足力入んなくて、パンチは全部見えてたのに重くあったし。なるほど。代表の方に1ラウンド目にあれパンチ見えてるか、見えてるなって言われて、結構見えます、左見やすかった、思ったより見えやすかったですって言ったら、言った後に2ラウンド目これ食らったからお前見えてねえじゃねえかよって言われて見えてはいた、見えてはいたんですけど足力入んなくてって言ったら自分がいつも思うのは、クリンチしてくる、結構クリンチされるんですよ。クリンチされるっていうのはやっぱ自分が前に出るからももちろんあるんですけど、クリンチしてくるってことは嫌なんだなっていうのに一個自分は指標を置いてて、だから例えば橋本選手との試合とかでもクリンチしてきたら、あ、嫌なんだって、あ、これでいいんだって思って戦ってます。なるほど。まあでも実際にそういう心理はあるでしょうしね、はい、で、ローが少ないっていうの言われて、自分結構ローバチバチ切るんですけど、はい、ローが少ないって言われて、なんかローが少なかった理由としてやっぱ距離がちょっと遠かったっていうよりも、あのパンチはやっぱり警戒したんで、やっぱ自分いつも前回もそうで、てかこの試合もそうですけど、片足の時にやっぱ倒されることが多いから、ジムの練習とかでもそこをやっぱ狙われたくなくて、ちょっとローが減ったっていうのもあってっていう話をしたら、じゃあ3ラウンド目はもうほとんどロー蹴らなくていいよって言われて、打ち終わりとかだけでいいよって言われて、やっぱ足の怪我の部分とかも多分考えてくれてて、そのトーナメントのことを考えてくれてそうやって言ってくれて、あとは動きを止めなきゃ大丈夫っていうのもずっと言われました。やっぱ考えたり倒そうとすると絶対動きが止まるから。なるほど。ここの距離に常に自分がいたんで、はい、左手が触れるぐらいの距離にいたから、この距離にいたら多分もうどのパンチ食っても大丈夫だなと思ったんで、これよりもちょっと離れたとこからガッて踏み込まれて勢いでパンチを打たれたらやっぱ強いと思うんで、それは、常にここを意識してましたもん。こういうだから打ち割りとかのローしか蹴んなかったですね、絶対カーッとされないローところでしか蹴らなかったです。これ多分三日月ちょっと聞いたんですよ、もっと宇沢選手がジャブとか打ってきたらうざかったと思います。
多分宇沢選手は宇沢選手で自分の蹴りに警戒してこうパンチあんぶたないようにしてきたと思うんですけど、うんうん、パンチ全振りの方が多分これは木戸さんの真似ですね左にずれて下結構これ下見てたんですよ下見ながら蹴ったんですなるほど当たったんですけどちょっと近かったですね、うん、ロープないところで前蹴りできればよかったですねここ膝って蹴るんですよ俺これ親父が膝って蹴るちゃんと反応してそうなんですよほんとだからみんなの声聞こえるですねへぇー怖いぐらい聞こえますとあこれ誰々の声だみたいな俺友達の声だみたいな言っても声って重なってるじゃないですか、はい、そんなだから重なってる時は分かんないですけどなんかたまに静かな時に聞こえる声があるんですよ大宮さんの声は絶対に聞こえますね全部聞こえますあと相田さんの声も聞こえるし木戸さんの声も聞こえますてかセコンドの声は全部聞こえますセコンド冥利につきますねもうほんいやセコンドの皆さんに結構今回セコンドの皆さんにもこのなんていうんですかね役割というかその、うんうん、あって、はいはいはい、大宮さんはもう戦略であったり、はい、もう全部的確なことを全部言ってもらって、うんうん、でもちろんみんなもそうやって言ってもらうんですけど特にそれを言ってもらって、うん、相田さんはあの心の部分をいつもケアしてますって落ち着け落ち着けとか見えてるよとかそれいいよ動き止めないよとかそういうなんか細かいことよりもそっちを教えて、うん、話してもらって、うん、で木戸さんはもう相手のことをひたすら言ってもらうっていうのを言ってて相手のことと自分のいいところを言ってもらうっていうのを言ってて例えば自分のローが少しだけでも相手が嫌がったらそれ聞くよ聞いてるよいいよって言ってくれたりそれとか例えば相手が左ストレートめっちゃ打ってこうとしたらこの試合ずっとそうなんですけど左ストレート来るからってずっと言ってるんですよ木戸さんなるほどずっと言ってくれてるおかげで多分相手も打ちづらかったと思うしそうですよね例えば左の三日月蹴るよってずっと言ってくれてたんで、うん、自分は常にここを意識してたし、うん、相手だって出しづらいだろうなって思ってましたなるほどそしたらこの控え室行く途中に大宮さんもめちゃくちゃ笑って言ってましたね木戸さんがもう木戸くんが左ストレートって言い過ぎてたから相手多分もう出さねえよって多分言うと思ってたよツッコミツッコみたかった木戸さんもめっちゃ笑ってOKOK って実際宇沢選手戦ってみての感想っていうのはいかがでしたいやもうめちゃくちゃやっぱり強かったです、うん、どっぷりがっつりくるタイプだから乗らせたら本当に持ってかれるなっていう部分はあったんでまあ一番はそこでしたね乗らせないっていうことを乗ったら多分本当に誰にでも勝てる力を持ってると思ってた、うん、持ってるんでそこで乗らせないっていうのだけをひたすら考えて戦ってましたねあとはダメージっていう部分ではいかがでした足ひねったり腕だったりお話ありましたか、まあ、トーナメントなんでそれも全部あると思ってたもんなんでまあ全然大丈夫ですでした続いてのその、次の相手、はい、先に松本さんが勝ち上がりましたよね、はい、当然試合っていうのは見てましたもちろん見ましたもうあの時は別になんか KO で勝ったんだぐらいで、うんなんか正直な話本当に自分はもうその試合見てたんですけど、うん、当日はもう大宮さんに決勝の相手も見てもらって、うん、準決勝も見てもらってって言って、うん、もう自分は目の前のことにしか集中しないでいきますっていう作戦でも言ったんですよ、うん、なるほど最低限守んなきゃいけないことがこことこことここだなっていうのを話してもらって、うん、あとはひたすら体を休めて、うん、もう集中力を切らさない、うん、切らさないというか高めていけるようになるほど自分に力を入れてました結構なるほど黒田選手の試合終わって、見終わって、そこから大宮さんが黒田選手の試合見ててくれてたんですけど、うん、自分は自分の試合見てました。自分の宇沢選手の試合見て、この動き良かったな、この時ちょっと硬いなとか、うん、この時ちょっと距離近すぎたなとか、詰まってたなとかを、自分で結構、それを見ながらずっとこう話したりしてました。本当なんか、今回はもう自分にしか意識を向けなかったです、うん、あんまり。そうですこの時体の仕上がり的には、まあ、もちろん痛いところなんてみんなあると思うんでその中では自分の動き的には良くて1回戦よりも全然良くてあこれ温まってんなっ
ってすっごい思ったとか思った感じだったですね。やっぱ何回リングに上がっても入場は楽しいですから一番生き生き咲いてましたね、客観的に見ても。一番やっぱ自分の中でここが感謝を伝えられる場なんで、やっぱでも左ストレートと左の膝を警戒はして、てかそれをずっと意識はしてたんですけど、最初に思ったのは遠かったですね、距離が。もっと自分はやっぱ詰めていくんですけど、結構ここの最初の意識がすごい高かったです、向こうは。本当に俺を入れたくないんだなって思って、最初から自分はゴリ押しで行こうと思ったんですけど、逆に相手がこんだけ距離取ってるなら一回距離外して、この距離でも自分は勝てると思ったんですよ、勝てるというか動けると思ってたら、まあ、こっちの分野は上手かったですね、すごく。この前手がずっと動いてて、前手気にしてると奥の左ストレートが飛んでくるんで、多分でも一番はやっぱ膝に警戒しすぎたのはありますね。左に膝に警戒しすぎて下結構見てたんですよ。なるほど。そうするとやっぱこっちが飛んでくるじゃないですか。なるほど。この両足ついてる時にパンチ買っても正直一番倒れないですけど、はい、先ほどおっしゃってましたね、はい、膝がもうやっぱり膝に KO してるわけだから、多分これが体に染みついてるなって一番思ったんですよ、はいはいはい、その倒し方だったりそのタイミングだったり、ここもでも本当ダメなのが考えちゃってましたね。どうやったら入れんのかとか、どうやったら縮められるのかって考えてここ止まっちゃってるじゃないですか、はいはいはい、これでも代表の方でも止まんなってずっと言われてるのに、確かに。これはうまいっすねまさしくタイミングでしたもんね。うまいっすね、本当。この時のたのは正直あの強がりとかじゃなくて、実際に何もダメージじゃなかったんですけど、あの木戸さんが残り30秒だからしっかり足使えって言われて、あの2ダウンで KO になっちゃうじゃないですか、このトーナメントって。だからいつも自分ここで行くんですけど必死に抑えてました。ここで行ってなんかタイミングでもし2個あったらもったいないなと思って、自分を落ち着けるためにフェイント入れて、このラウンドはもう必ず捉えちゃってるわけだから、と思いましたね。その点は そんなに別に焦ってはいなかったんですけど、ただここで聞いたとかどうだったって聞かれて、すごい対策というかやっぱ距離が遠いなって言って、その距離を埋めるためにどうしていくかっていうので、そこをすぐ教えてって今までやってきたんですけど、それが通用というか、このタイミング相手には使えなかったんだから、パターンを変えていかなきゃっていうので、で多分2ラウンド目動き出すんですけど、これ絶対止まんなっていうのにもう一番言われて、やっぱ止まってこう見て相手が蹴ってきたら行こうとか動いてきたらやろうってなっちゃうと絶対全部後手に回っちゃうから、それをずっと意識してきてて、ほんとこの時に全然勝つ気持ちしかなかったですね、この時は。もうちょっと距離がこれ近くなったんですよ、この距離 で、ね、で距離が近くなると膝がやっぱ飛んでくるんで、なるほど、それは気をつけなきゃと思って。なるほど。ここでここで一個ここに距離近づけるっていう動きをして、はいはいはい、ただステップ踏んでると絶対に相手のも下がっていくから離れるから、そこをちょっとステップ変えて入っていこうとしたんですけど、変則な感じですか。変則というかタイミングをステップの時ってターンターンなんですけど、それをターンターンターンみたいな感じで1個ずらす、半テンポぐらいずらすの、これ止まっちゃうんですよ、これでもうダメだと思って、あとあの下がるのがうまかった、すっごく黒田選手は。なんか距離上手い選手はいっぱいいるんですけど、はい、入っちゃえば自分のペースで戦えるんですよ、結構。なるほど。入ってから引くのがすっごく上手かったです。
で大悟さんに入れない場合は一回引くなり、ただ追うだけじゃ相手はもううまく下がるだけで済んじゃうから、引く動きとかも引き込む動きをしようってずっと練習で言われてたんですけど、うまく出せなかったですね。ここら辺膝狙ってんだろうなと思いました。でも確かに距離自体は近くなりましたね、はい、1に比べて。おわ、これすごく上手くて、はい、左のミドル相手が蹴ってきて、はい、自分内股絶対合わせるんですよ、はい、内股合わせるのすごい空手の頃から得意としてて、はい、内股合わせたとこに合わせられたんですよ。おだからこれすごい引っ掛けられた感がありましたね。正直じゃあもう徹底されてたんですかね。いや分かんないです、まあ、それがもともとそういう動きができてるタイプなのかもしれないですけど、うん、もしそれを見てたなだとしたら、うん、うまくやられたなって感じがしますね、うん、どの試合も自分すっごい一番合わせるんですよ。いやもうでもなんか、うん、正直自分は最後まで黒田選手、あの前回の試合とかもあのトーナメントの試合とか見てたんで、はい、最後まで俺は絶対切らさないと思ってて、うん、何か一発やってやるっていうのは思ってたっすね。もちろんこれもさっきと一緒で片足の時じゃないですか。片足の時に、ねうん、蹴りの距離が近いんですよね、合わせられちゃうってことは、うん、ただこの距離で打たれたのは初めてかもしれないですね、このタイミングでのカウンターは。結構内股合わせて自分のペースで終わるんですけど、うん、ここではセコンドの中からどんな動き、もうここではもう行くしかないって言って、うん、もうどっちにしろもう2ラウンド取られてたら何があってもひっくり返す、うん、判定じゃひっくり返んないから。そうですね、もうでもここは最後気持ちだったですね、もう、うんうん、もう怖いとかそういうのも全部、うん、もう捨てていくしかないと思って、左ストレートが本当あのガードの位置からスコーンって出てくるんですよ相手の。いやーノーモーションだったっすね、多分力が抜けて、うん、1回戦もうこれダウン奪ってるじゃないですか、はい、多分体が超いい感じで余計出したんですよね、この抜き感というか、うん、右手の位置を常に動かしながら行かなきゃいけなかったんですけど、うん、結構半ミスね、めちゃくちゃ。自分がやった拓田選手っていう選手もすごい半ミで、はい、その選手のイメージと結構近かったんですけど、うん、いや本当行かせてくれないテクニックがすごい上手かったです、うん、その前に。本当自分の良さを出させてくれなかったですね、うん、常に普段からもしダウン取られて取り返す時のイメージっていつも自分してるんですよ、はい、しててもやっぱり相手からしたら分かりやすいですよね、うん、やっぱもう、まあ、もちろん向こうも3ラウンドは絶対来るっていうのは分かりきってることですしね、はいはい、戦いやすさはあるでしょうね、向こうにとっても。ただでさえこのサウスポーで距離取られて、うん、この戦い方ですごい上手かったですね。あー悔しいな見ていただくのかな、毎回悔しくなるじゃないですか、こんなの。いや、本当です。はい。まあ、試合、判定前にももう結果もちろん分かってたと思うんですけど、はい、どうでしたかね、その。まあ、悔しいしかないですね、うん、やっぱり、うん。今見ても悔しさが込み上げてくるし。やっぱりなんかその、悔しいしかないですね。ご自身のお気持ちとしては、はい、まあその悔しいしかないというのはもちろんなんですけど、どんな、うん、そうですね、まあ
悔しいしかないですけど、へこんでる暇もないんで、自分には。次に向けて自分のできることをやるしかないんで、ちゃんと今回の結果を受け入れて、自分と向き合って、もうさらに人として強い自分にならなきゃいけないなって思ってます。まあ、あの結果的に、はい、クロア選手が優勝したというところで、はい、再び戦うべき相手になったと思うんですけど、その点はいかがですか？いや、その点はもう男なんで、やっぱり負けたままじゃ終われないっていうのは絶対ありますね。やっぱ全部出し切ってたとはいえ、やっぱり男なんで、自分も1ミリも諦めてないし、1ミリも折れてないんでもう自分としっかり向き合って逃げずに、いつかその今回の負けを正解にできるようにしなきゃいけないなと思ってます。今回のトーナメントを経て、ご自身成長につながったことって何かありましたか？はい、そうですね、成長したことって言ったら、やっぱキック好きなんだなって思いました。なんか環境変わって、すっげえきついことだらけで、本当きついことだらけだったんですけど、キックのきつい練習でさえ楽しかったし、やっぱりキックが好きで、シルバーウルフが自分は大好きなんだなっていうのを、なんか改めてすごい実感しました。なんか自分の好きなことを仕事してる人はいっぱいいると思うんですけど、さらにそれで自分の好きなことをしてるのに応援してもらえるっていうのが、本当すっげえキックボクシング K1 ってすごいんだなっていうのを、そこですっごい実感しました。やっぱり自分のためにやってるし、自分が勝ちたくて戦ってるのに、気づいたら応援してくれて、本当こんな、なんか当たり前じゃないし、あ、こんなに幸せなんだって、再キックのありがたみというか、キックの素晴らしさを実感しましたね。で、トーナメントのその実力的にも、もちろん成長した部分がいっぱいあるけど、まだまだですね。まだまだそのやってきたことの、出せなきゃ意味ないと思ってるから、どんなに練習してもそれが出せなかったら意味ないと思ってて、出せるようにするためにはまだまだ伸びしろがいっぱいあるし、成長が必要だなと思いました。あとは何といってもこの バンタム級、はい、K1 という舞台では本当始まったばかりで、はい、その点ご自身松本選手がどうしていきたい、どんな道を切り開いていきたいという道筋はありますか？はい、もちろんやっぱり今回はそうですね、クロア選手に全部持って帰っちゃったんですけど、いや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 ってなるためには、まあ、やっぱりなんといってもベルトですよね。てか取りたいです。やっぱベルトだったらなんか一番恩返しだと思うし、みんなにほらこれだよってベルト見せたいですね。そのためにはまずはベルトを作らせることっていう、はい、まあ、そうですね、ですよね、はい、階級ができたってことは、そこは自分はもうすぐだと思ってるんで、あとは海外の選手が来れるようになったり、この状況もいろいろあると思うんですけど、それまでにやっぱりいろいろ盛り上げなきゃいけないなと思います。その試合ももちろんですし、試合以外でも自分にできることを精一杯頑張ろうと思います。ありがとうございます。じゃあ最後にカメラに向かって見てくれてるファンの皆さんへのメッセージ、はい、これからの松本選手の、抱負をいただければと思います。はい、トーナメントの応援ありがとうございました。期待に応えられなくて本当申し訳ないです。でもその申し訳ないだけじゃなくて、もっと強くなって、応援もっと応援してもらえるような熱い選手に、熱い男になるんで、これからもぜひ見守ってください。ありがとうございました。